ユレカは欧州宇宙機関のプロジェクトで71台の実験装置を搭載していた質量4.5トンの無人人工衛星である。ユレカは欧州回収型輸送機の略であるがアルキメデスが比重を発見時にひらめいて発した言葉ユリーカの同音語にもなっている。ドイツのメッサーシミットベルコブロームエヌーで製造され自動化された材料科学の装置や 太陽観測用の小型の望遠鏡を搭載していた。1992年7月31日、NASA の STS-46 計画で、スペースシャトルアトランティスにより打ち上げられ、高度 508km の軌道に投入された。1993年7月1日、同じく NASA の STS-57 計画で、スペースシャトルエンデバーにより回収された。 5回の飛行で異なる実験に使用される設計であったが、残りの飛行は中止された。2000年からスイスのルゼルンの交通博物館に展示されている。ユレカ。2009年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月2日閲覧。ありがとうございます。